ファンですから。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。はあ、いつきくんは幼なじみなんだから、もっと私のお願い。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと翼。うまくごまかせたと思ったのに。いやいやいや。新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予選。わあ、大変。翼？新世代のアイドル発掘。さてさて、この中からデビュー決めろ。わかっ。次は4番。おお。え？オリベ、翼です。なんで翼が。さっきのは一体。翼ちゃんは。私は。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけを。決めた。私昔ひどく過ぎた。周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレス。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれ、それが励みになって少しずつ元気が。だから私も幼なじみのように。ところで、その塞ぎ込んでしまったのは、もしかしてお姉さんと。翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さん。はい。言ってくれなきゃ。こんな大切な情報どうして。明るくて歌が上手で何より。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆる。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って、昔役者とか観客が集団失踪したあれか。
消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女な。しかしですよ翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに、実はあなたのお姉さん織部彩葉さんを、はい、騙された。単純バカギャペナルティ、お前も姉と同じになれ。一体何が起こって…翼！助けに行く。